クエゼリンはアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ急行空母艦の44番艦。艦名はクエゼリン艦賞にちなんで命名された。艦は当初ブキャレリベイの艦名でワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年5月4日にルドルフ・エル・ジョンソン夫人によって浸水し、1944年6月7日に海軍に引き渡され、 同日 RC、ウォーラック艦長の指揮下収益する。西海岸沿いに成長を行った後、クエゼリンは1944年7月19日にサンペドロを出港し、燃料、航空機、兵員を積んでエスピリトサント島へ向かう。エスピリトサント島には8月3日に到着し、4日後にグアムへ航空機を輸送し、捕獲した日本軍の機材を本国で分析するため、 積み込んだ。サンディエゴでの修理後にクエゼリンは10月7日に出港し補給任務に従事する。マヌス島で戦闘準備の完了した戦闘機を積み込み11月5日にエニウェトク干渉へ向けて出港し、バニラ及びビサヤ諸島への攻撃を行う第38任務部隊の空母に送り届けた。その後もウルシー干渉を拠点として任務を継続し、 フィリピンの日本軍に攻撃を行う空母部隊への広報支援を担当した。12月17日にはコブラ台風に遭遇。1945年1月を通じてクエゼリンは第38任務部隊の空母に航空機を補充し、部隊は中国及び台湾の日本軍基地を攻撃した。クエゼリンは2月23日にサンディエゴに帰還し、オーバーホール後に 補給の航空機を積み込み、3月9日に任務を再開した。3月から8月までクエゼリンは3回の航空機輸送任務を新珠湾から太平洋西部の前線に展開する空母部隊に対して行った。1945年8月14日に停戦となり、翌15日に日本の降伏が伝えられるとクエゼリンは機関兵の輸送任務を割り当てられる。 太平洋西部へ4度の巡航を行い、魔法の絨毯任務は1946年2月2日にサンペドロに到着することで終了した。4月23日にサンパブロ湾を出港したクエゼリンは3日後にワシントン州ムキルテオに到着する。クエゼリンは1946年8月16日にワシントン州タコまで退役し、太平洋予備役艦隊入りする。 1960年4月1日に除籍され、翌年日本でスクラップとして廃棄された。クエゼリンは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。